ちょっといっぱいありますね。いっぱいありますよ。これでもう今日もね、うん、終了の時間までみんなで喋っちゃったんですよ。いいです、もうこの腹八分目ぐらいがちょうどいいですね。もうちょっと、ね、もう一杯はやめといて、やめるんだ、まあ、次回に、まだあったんですか？あるんですよ。もう完全にしてください。被害者が完備してくれた。ありえないよ。ありえない。やっと違ったんです、あの雰囲気を。なんだ、タイトルだけ聞かせてもらっていいですか。かぼちゃなんですけど。かぼちゃ。結構短くまとめれる。やっとその皆さんの雰囲気をつかんだんです。これ惜しいって。こういう惜しいぞ私と思って。それが今分かった瞬間のお願いします。かぼちゃです、どうぞ。かぼちゃ、あの私かぼちゃがめちゃめちゃ好きなんですよ。ですごいもう尋常じゃないくらい好きで。尋常じゃない。でもあの本当にファン、そうファンの人とかも私がかぼちゃ好きっていうのを知ってるんで、いつもなんか誕生日だとかぼちゃ系の何かを絶対送ってくれるんですよ。それぐらいかぼちゃが好きなんですね。でハロウィンって10月31日じゃないですか。でも私の誕生日は10月29日なんです。はい、終了。危ない危ない、引き込まれると一瞬カメラ食べてくれたら殴りましたよ僕。危ない危ない。ありがとうございます。惜しかったのにな。あと2日ですよ。あと2日でハロウィンの誕生日だから。分かってます。分かってます。